どうも、レイちゃまです。今回はですね、私子供2人目をね産んで結構しばらく経ちました。はい。で2人育児にもね慣れてきたということで、今回思いついた企画があるんですよ。今回 S 君に仕掛けていくドッキリが、3人目作ろうって言ったら旦那はどんな反応するのかドッキリー。育児ってすごい大変だと思うんですよね。2人育ててきて、私結構しんどいなと思うこととか結構増えました。で YouTube もやってるし、編集やったりとか、まあ私専業主婦言っても一応 YouTube やってるんで、まあ、大変やなと思うこともね多々あります。でもそんな中でもっと大変になることプラスもう一人子供産もうぜみたいなのをねちょっと誘ってみたいと思います。でちょっとねレス気味なんですよ、正直あっちの方が。まあ、誘ったらどんな反応をするのかっていうのをね今回試してみたいと思います。で S 君ね、普段からあんな感じでちょっとクールな感じなんですよ。でもやっぱり子供作るってなったらちょっとテンション上がっちゃうんじゃねみたいな、なんかそんな感じの脳内なんですけど、まあとりあえず今回は誘ってみます。まあどんな感じの反応をするのかっていうのをねシンプルに撮っていきたいと思います。まあ断られたらシンプルにちょっと傷つくっていう、私は子供何人でも欲しいタイプなんですよね。正直な話、今じゃないかなみたいな、今作ろうぜって言ったらどういう反応するのかっていうのを今回撮っていきます。それではリビングに隠しカメラをセットしてレッツゴー。ドゥーン。次何時から動画撮る？25分後。25分後。めちゃくちゃ微妙やん。あれ眠たね、昨日サボったもんだから。いや昨日は疲れてんの、しゃーなくない昨日は。幸福物質、幸福物質搬出してる？最近どう？幸福物質出てる？幸福物質出す？ほな今から。幸福物質出す？今から。ほんま最近冷たいよな。めっちゃ美味しそうやん。食べる？マジで美味しいやん。ダークナイトなんか動画見んなし。相談あんねん。相談。YouTube 開いた瞬間、アンパンマン出てきてるけど。来ます。疲れた。相談あるんだって。なんやねん、早いよ。そんな喧嘩をするさ。大した相談ちゃうよ、絶対。めっちゃ重大な相談。重大やったらもうちょっと深刻に言ってくれ。相談あんねんけどさ。気持ちいいやろ。何か言うて。俺、編集しないからね。さ、言うた。まあ、最近、ネジママもやってきたからやん。もう一人欲しいなと。いや、無理やろ。なんで？いや、無理やろ。なんで？なんでいけると思ったん、逆に。3人と仕事作ったのかな。なんで無理なんかって。うん。だって、今の現状況の時間の配分でいけると思う。多分、年のマジ6時とかなんで、朝の。で、7時に起きなあかんで、次。はい、お母さんだって夜もねえんや、それ。いやな。まあそんな感じでいけてるやん。朝、普通にまあ6時、7時ぐらい起こしてるやん、朝毎朝さ。うん。大体7時、8時ぐらい寝るやんか。そっから編集できるやん。もう一人おってもいけるんじゃねみたいな。いや、無理やろ。無理？いや、今までだってそんなんあれやで。すぐ寝るかねえへんかみたいなもんや。うん。時間の配分も分からへんかって。分からんな。で、編集途中でもいけるやん、さ。無理やな。無理やろ。土屋とパンやかな、みたいな。いけるんちゃう？うん、が、もうちょっとなんて。したいなみたいな。変更やってこい。もともと子供3人欲しいとたやん。うん、無理やろ。無理かな、2人で厳しい。いや、金どうこうじゃなくて時間の配分が無理や。別に金なんて何もでも出しちゃうから、大学費まで出しちゃうから。そんなかっけー。けどそんなん時間が無理やって言ったら絶対しんどなんで、絶対。でもな、1個言わして、時間はみんな平等だから無理やいや、俺だけ60時間あるやったら全然ええわ。みんな平等やか、時間は。だから無理や言うて。だからそれをうまくうまいことやったらできるんじゃないみたいな。3年後とかやったらいいんちゃう？リアルやな。なんでリアルやな。ちょっと奥になってみたら、うん、じゃないと今で年が無理や。3人年子ってかっこよくない？うち3人年子の仲間なんですよ、さっきみたいな。いや別に、うん、いやかっこいいとかでやるんやったらやめたかって思うよ。ちょうちょちょうだい。お茶入れるか。ですよ。無理。え、ありがとう。え、何？あかんって。押せな。ダメや。押せな。無理や。もうえって、もう早く。なんでな？ほな、母乳とこっちどっちの？そっち。なんでやん。
めっちゃおもんないやん。忙しすぎて性欲も忘れたから。忘れた。そんなに3年前に亡くなったの。リアルやな。3年以内に子供作っとんねん2人。作ろうや3人目今から。いや無理無理。いや撮影する前やん。撮影する前に気合い入れないから。気合い入れるとこ間違ってるやろ。なんかあれでも飲んだん。よくやる人ら。精力剤。そうそうそう。飲んでない。牛乳ちやん。現実。めちゃめちゃ現実。そうそう。ちょちょから水力剤出てみるやん。健康なってたって思われる。お菓子返してる時ピンピンやったら嫌やろ。ただ痛い。真面目に作りたいの今から。無理無理。なんで時間ない。時間のせいでそんな愛はあるんか。愛が一番。どの時間に編集するんじゃ。今と一緒。今と一緒は絶対無理よ。今でこそストック8本9本ぐらいあるけど、まあ、週2やで。週3しようと思ってる人間がそんなんできんやろ。もっと人より頑張るな。それやったら誰が雇うとかな。雇うや。誰が出すの金。なんで俺が出さなあかんねん。 YouTube の収益から出せよそれ。そこケチるとこなんすよ。どこまで主婦やねん。そらそうやん。おう、もう撮影しようや。はよはよ行こうや。もうはよ行こうって。なんやねん。はよ行こうって。もうええって。ベッド行こう。ほら、もうはよほら、これ脱いで脱いで。これ脱いでって。もうええって。もう脱ぐねん、これ。脱ぐねん。やめてくれ。ほら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 。脱ぐか、こっちも。いら。脱げ、じゃあ脱げ。じゃあさっき脱げ。なんで？何がやねん。はい、立ってる。もう立ってるし、25分。びっくりした、今立ってるしって。立ってる。早くよ。今回の企画は何がやねん。旦那に3人目作ろうって言ったらどんな反応するのかドッキリ。これ回しようか。なんで逆になっ。ちょっと待って顔が広くなるな。もうやらしい顔だって。私も何が出てもった。まあでも今回こんな感じの企画でした。じゃあ脱げよ。なんで